はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっとね、今まで紹介したことないかな、ちょっとね、ジャンプ系のフィギュアなんですが、はい、こちら、じゃん、はい、こちら僕のヒーローアカデミア、はい、僕のヒーローアカはね、これ自分の、紹介動画で初めての紹介になるのかな。まあ一応ね、それのくじの、はい、B 賞、はい、それの爆豪勝樹ですね、はい、マスターライツ、はい、これがねすんごいね出来がいいって評判なんですよ、はい、で自分もね、これ実際引いたんじゃないんですよね、はい、本当は引きたかったんですよ、はい、で、開催日の翌日になっちゃったんですけども、ちょっと開催店舗行きまして、まあ主にファミリーマートとあと書店とか、そういうところですね、はい、で自分はまずまあ、近所のファミリーマート行きまして、はい、で、いろいろ探したんですけど全滅でしたね、はい、もう2日目でどこもない状況、はい、でまあちょっと書店さんにも、まあ、行くのめんどくさかったんで電話で問い合わせたらね、もう完売ですと、はい、ちょっと待ってっていうことで結局今の今までこれを現地で飾ってあるのさえ見たことないんですよなのでね、もうこれもネットで買うしかねえなっていうことで、購入させていただきました。はい。まあ本当はね、D 賞のホークスが一番欲しかったんですけどね。はい。あれめっちゃ今高値ついてますよね。1万前後ぐらいになってますよね。あれをね、ちょっと欲しかったんだよね。だからあれ狙いでやりたかったんですよね。本当はくじを引きたかったんですよ。はい。なのに全滅。いやー参った参った、はい、ということでね、今回はとりあえずこの B 賞の、爆豪をね、開封して紹介していきたいと思います。はい、では早速ね、多分袋だと思うんですよね、はい、なので、箱から出して、袋の状態を見ていきましょう。はい、こんな感じで入ってますね。もう爆豪のこのコスチュームのこのこれが腕組んでるんでめっちゃもうはみ出ちゃってるんですよねいやすっげえなパンパンスは、はい、はい、袋の状態はね、まあ、こんな感じで、まあ顔にはパッキンで、ね、あとは台座、はい、胴体はくっついてますね最初から。ではね、袋を開けて、詳細をね見ていきたいと思います。はい、開封しました。ではね、見ていきましょう。こちら、いやもうこれね確かに出来がものすごくいい、うん、かっこいいしね、いやもうね全体的に安っぽさがない。一番くじってね結構最近の一番くじは安っぽい作りだったりするんですが、これはねほんとこうやってちゃんとねシャドウが吹かれてたり、うん、あとね全体的に艶消しな感じになってるんですよね。テカリがないっていうのかな、それがかえってねなんか、うん、高級感があるっていうかね安っぽさを消してる感じですね。これは素晴らしいね、このフィギュア本当に。でこの補助パーツもねすごいジェル状のような感じのすっごい綺麗な透明の補助パーツなんですよね、うん、いやこれは確かになんかみんなが出来がいいっていうわけだね、うん、久々にすごいいいフィギュアですね。
一番くじとは思えないな。普通に市販品でも大丈夫、普通に買ってもいいぐらいのレベルですね。でこの爆豪のねこの一括絵顔もね、ちゃんと再現されてるし、この歯をね食いしばってるからこのギザギザ、ちゃんとプリントも綺麗にされてますね。色のはみ出しもないです。うわこれはいい、すっごいいいなこれ。すげえかっこいいわ、スタイリッシュだね、かっちゃん。すげえスタイリッシュ。いやこれはいいね、ほんとこれは弾きたかったな。結構上位賞あれ本数あったんですよね、D 賞のフォークスでもあれ何本、ロットに何本だっけ、 2,3 本入ってたんだっけ。これは現地で弾きたかったな。いやかっこいい。はい。本当ここのねシャドウがすごくね、いい塩梅についてるんですよね。いいな。ではね、回転台座で、いつものように、回しながらお別れしたいと思います。次回もね、ぜひ、見てください。はい。まあ、次回もヒロアカです。はい。では、今日はこの辺でご視聴どうもありがとうございました。